暇な人の時間の使い方。はるちゃん、42歳女性。家にいる時間が長くて何よりも苦痛です。嫌なことを浮かぶからです。持病ありのため、どうやって時間潰しすればよいですか？教えてください。お金も余裕なしです。そうですね。暇な人ほどメンタルが悪くなります。言うと怒られるのかもしれないけど。とにかく、メンタルの患者さんっておそらく仕事に行けないということになって、家でも例えば何か読書しなさいとか言っても集中力がありませんって言ってですね、できませんっていうことになると、何もやることがない。そうなってくるとテレビ見たり、ゲームしたり、スマホでも見たりみたいな形になるんだけど、それも毎日やったら飽きてしまいますよね。そうなってくると暇なわけですね。暇な時って何考えるというかというと、ネガティブなことが浮かんできます。不安なことが浮かんできます。過去の嫌な体験が浮かんできます。そして将来のことが浮かんできます。これまま病気治んなかったらどうしようとかですね、1年も通院して薬飲んでるなんで治らないだろうとか。ということで、暇な人っていうのは過去のことが思い出されてものすごく後悔したり自分を責めますし、未来のことを考えてしまって超不安になるということで、何もいいことがないんですね。だから、メンタル疾患を治したければ、暇な時間から逃れないといけない。ということで、幅さ的に一番おすすめなのは、皆さんできませんって言うんだけど、読書とかおすすめですね。読書っていうのはその難しい本でもなくてもいいので、やっぱりその自分のメンタルを治すのに役立つような本ってあると思うし、幅さの本とかもそういう本もたくさん出してますしね。ストレスフリー超大全とか、言語化の魔力とか、たくさん出してますし、そういうのを全部じゃなくてもいいので、集中力が続く範囲で5分、10分読むというのが、一つのおすすめな時間の過ごし方ですね。読書できませんっていう方が多いんですけども、5分ぐらいだったらできんじゃないのっていうふうに思うんですね。逆に言うと5分読書できない人は社会復帰するのは不可能ですよね、おそらくね。5分読書できない人は会社に行って朝から晩まで仕事することは不可能なんですね。だから5分読書できる人は10分読書できるようにして、10分読書できる人は15分読書できるようにして、30分くらい連続で読書できるようになるとかなりメンタル的に良くなってきたなってことで、読書することによって集中力を持続するトレーニングにもなるし、読書できませんっていう方はまだまだ病状良くなってませんよねっていう一つの証拠でもあるわけですね。まだまだ社会復帰できませんよねっていう。だから例えば30分から1時間ぐらいの集中ができるようになってくると、相当調子っていうのは良くなってると思います。その集中ができるっていうのは何かっていうと、読書できてるってことですね。なので本を読んでみるっていうのは一ついいことだと思いますし、難しい本じゃあれだってことであれば漫画みたいなものでもいいと思うんですけども、それでも漫画読むにしてもある程度の集中力っていうのは必要とされますよね。集中してないとめくって読むことができませんから。お金がないですっていう人の場合は図書館という手が、私も作家として本を売ってるので、あんまり図書館はそんなにできれば買って読んでほしいなと思うので、そこをまあ強くはお勧めしたくはないのですけど、お金がないけど何かやるっていうことになると、本を読むってことになると図書館から本を借りてきて読めばありますよね。ということで、まあ読書っていうのは一つおすすめの時間の使い方ですね。あとそれ以外の時間の使い方としては、いつも言ってますように、まあ朝散歩であるとか、朝散歩以外の散歩であるとか、朝散歩しただけでなく昼に散歩してもいいわけですね。午後に散歩してもいいわけですね。なので何もすることがないんだったら、公園に行ってぼーっと座ってるっていうのは意外といいことだと思います。青空とか緑を見ながら公園にぼーっと座ってると、そんなにネガティブなことっていうのは浮かばないんですよ。不思議なもので、それは人間の本能だと思うんですけど、青空とか緑を見ると人間はリラックスして安らかな気分になるんですね。不安なことを考えている時っていうのは扁桃体が興奮するんですね。自然の中にいるだけで、そういうある種緊急警報装置のようなものっていうのが緩むんですね。だから何もすることがないんだったら、近くの公園のベンチにいてぼーっと座って、できればそういうところに本を持ってって少し読んでみるっていうのがおすすめなんだけど、それができないって方だったら公園のベンチに座ってるだけでもかなりの癒しの効果っていうのは得られますね。家にいてソファーに座ってってのが一番良くないんですよね。それはネガティブなことしか考えられないからね。だからちょっと外に歩くと、こんなで5分10分歩けば、それだけで脳が活性化するし、脳が活性化するとポジティブな脳内物質がたくさん出ますし、セロトニンも活性化するかもしれない。そうした状態で公園のベンチに座っていればですね、そんなに悪いこと、ネガティブなこと、不安なことをそんなに浮かばないはずです。病状がものすごく悪い状態の人はね、難しいかもしれないけども、ある程度治ってきている状態、少なくとも3ヶ月から半年以上治療しているような人っていうのは、そういう過ごし方というのもあるといいですね。あとメンタル疾患の患者さんに共通することですけど、趣味がないから時間が潰せない、趣味がないから楽しくない、楽しくないからネガティブなことばっかり考えてしまうみたいな悪循環に陥るんですね。だからぜひ趣味みたいのを見つけてほしいですけどね。自分でができませんっていう人のために、毎日を楽しむ人の考え方という本を書いたんですけども、手先とか動かすものとかがいいんですね。例えばプラモデルを作るとか、女性の方でいうと編み物みたいな、手芸みたいなとか、だから一心
不乱にこう何か手先を動かして集中してると嫌な考えとかその過去の出来事とか未来の考えっていうのが追い出されるんですね、頭の中から。だから一心不乱にできるようなことであれば何でもいいんですけども、具体的に言うとプラモデルとか手芸のような手先を動かすようなもの、あと料理っていうのもすごくおすすめですけどね。私は今日もさっきマグロの山かけ丼自分で作って食べましたけど、すごく気分転換になるし、手先を動かしたりやることが次から次とありますよね。料理火かけてたら止めなきゃいけないとか、もう沸騰してきたとか、だから余計なこと考えてる暇ないんですね、料理してる時っていうのはね。そうすると皆様が過去の出来事を思い出したり未来のことを考えて不安になる暇っていうのはないんですよ。例えば料理を15分間作っていて、それでまあ食べて美味しいなって言って30分ぐらいの間があったとしたら、自分で料理作ればですね、その間はある種マインドフルネス、今ここに集中できる状態になるのですごくいいんですね。だからそういうマインドフルネスでもすごくいいんですけども、マインドフルネスって瞑想の一つですね。今ここに集中する状態っていうね、今ここに集中してるってことは過去のことを考えて未来のことを考えてないって言って今ここに集中してるわけです。あと時間があるんだったら運動されたらいいと思いますけどもね、運動を習慣にしてってほしいですね。中強度以上の運動というやつですね。運動するとメンタルは確実に良くなってきますね。運動療法の効果っていうのはうつ病でもパニック障害でも不安障害でも発達障害でも、あと認知症であっても統合失調症であっても、ほとんどのメンタル疾患において運動するとメンタルは良くなるってことが今最近の研究で分かってきてますので、もし暇があるんだったら運動されるといいと思いますね。運動も汗を流すような運動がいいですね。まず散歩ぐらいから始めて、お金がないってことであればジョギングみたいな、まあ、最近ですとスポーツジムなんかもものすごく安く入れるのもあるのでね、そういったところに2000円とか3000円ぐらいで通えるようなところもあるので、そういったところをうまく利用するっていうのもねあるかもしれないし、あとそんなスポーツジムないですよっていう田舎って言ったら失礼ですけど、地方の方だとスポーツセンターとか体育館とかすごく安くね利用できたりするし、町とかね村の体育館とかだと500円とかで筋トレコーナーとかね利用できたりするんで、安く運動するってことも可能だと思うんですね。そういった意味で運動も入れていくということが重要ですね。1日の中で苦しいことを考えてる時間を減らすっていうのが病気を治っていくってことです。病気のひどい状態において起きてる間ずっと16時間8時間寝て16時間以上活動してると思うんだけど、1日16時間ずっと具合が悪いです、苦しいです、辛いですってことを考えてると思います。それが10時間に減って8時間に減って6時間に減って1日3時間に減って1日1時間ぐらいしか具合が悪いですっていう状態がなくなって、30分ぐらいに減ってたまになんか調子が悪いなとか不安になるなっていうのが1週間に何回ぐらいあって、気づいたらあれ随分良くなってるなっていうのが病気が治っていくプロセスなんですよ。だから具合が悪いっていうことを考えてる時間が減って、楽しいなとか調子がいいなとか運動して気持ちがいいな、日向ぼっこして公園にいるだけで爽やかだなっていう、この1日の24時間の中で苦しい時間をどんどん減らして、楽しくて気持ちよく爽やかな時間を増やしていくってことが病気を治していくってことになりますね、完全に。だから苦しい時間を減らそう減らそうと思って無理なので、こっちの楽しい時間を増やしていくっていうのがいいんですね。ただ、さっき言ったように手芸とか何か料理とか、料理だと何時間もやるっていうのはあんまりないのかな、プラモデルを作るとか、そういうの一心不乱に3時間とか4時間とかやってしまったっていうと、すごく集中力もついてきてメンタル的にも良くなってきたっていう兆候になるんですね。暇な人の時間の使い方は朝散歩であるとか運動をするということ、趣味没入するような趣味の時間にするということ、こういったことがね考えられますね。とにかく寝っ転がってソファーに考えてるっていうのは一番良くないです、メンタルの患者さんにおかれまして。嫌なことしか考えつかないから、なので何かやってる、これ置き換えと言うんですけども、置き換え、自分の楽しいことを置き換えていくってことができるようになると、不安や落ち込みやイライラが出た時の対処法として非常に有効ですね。あと死にたいって気持ちが出た時の対処法としても非常に有効なので、暇な時の時間どうやって過ごせばいいのか、辛いことから注意を向けるような何かっていうのは自分で見つけていかないとねいけないかなというふうに、いろんな方法があるんでね、ぜひ皆さんの自分に合った時間の使い方ね、暇というか持て余した時間の使い方、ここを工夫していくということで、辛い時間を減らして楽しい安らげる時間が増えていくと、結果として病気が治っていくということにつながると思います。